せーの。いらっしゃい。ファウンデーションでのんびり村作り、やっていくよ。特産品、特産品。この地ならではの、マリサせんべいを開発してるんだけど、難航してるんだよね。なんでよ。味付け的なことか？まず米がないんだよね、ここ。致命的じゃねえか。だいたいありきたりすぎだろ、せんべいとか。そうは言うけどさ、お土産物とかってだいたいありきたりじゃん。あまり大勢に嫌われてなくて、日持ちがして、持ち運びやすいサイズ。そうなると、せんべい、クッキー、まんじゅうとかになるっしょ。まあなあ。でも今回必要なのは特産品だ。土産物じゃないぞ。そうだったそうだった。ということで、玄米酒を交易品にすべく、石膏小屋を建てました。あれ？人員配置できない。ああ、村人をランクアップさせないと働けないんだ。今の村人ランクは農民。石膏小屋は平民じゃないと働けないんだ。じゃあ誰か一人ランクアップを。ランクアップさせるには、領主の館が必要になるぜ。ええ？土地も資材も少ないのに、また資材食う建物を建てるのか。のんびり村作りはどこ行ったんだ。割と真剣にやらないときついぞこれ。いやいや、お前せんべいの開発してたじゃねえか。村作りほったらかして。真剣にこの村のことを考えた結果だよ。10枚入りのせんべいで、うち1枚は毒入りっていう。よかったな、この地に米がなくて。空いてるスペースこの辺しかないね。スペースランナウェイ、イデオンだね。だね、って言われてもな。とりあえず村人が昇格できればいいから。最低限の建物でいいんじゃないか。集会所と入り口だけで。そだねー。あんまし見た目良くないけど、この先足していけばいっか。とりあえず、これでいいや。この矢印は何？ああ、他の領地から使者が来た時に、その矢印の位置に待機するんだ。ほほん。まあいいや、これで作ってください。集会所作ってもらってる間、ちょっと村の全体像見てみようか。まず人口が32人になりました。いつの間にか増えたな。だいぶ樹木も伐採されて、すっきりしてきたな。村の中心、すべてはここから始まった。この辺のスペースもなんかに使いたいよな。はじめに建てた木材場、製材所、国葬も割と早めに建てたね。物資保管所、石切り場、ここも最初の頃建てたな。ベリーの採集所、で、丘の上の教会。前回建てたやつな。今林業者の小屋を建設中。植林ができるようになるぜ。石膏小屋。村人のレベルアップ待ち。集会所の建築待ちだな。住居エリア。最近移住者多くて、家が不足気味だぜ。漁場。建設中の集会所。資金もだいぶ減ったな。だいたいこんな感じかな。あと右の森の中に、漁師の小屋があるけどね。思ったよりそんなに発展はしてないな。人口は増えているが。これさ、世帯から子供生まれて、人口増えたりしないのかな。どうなんだろうな。今のところそんな気配はないが。およ、お肉の加工所作るのかな。肉も交易に使えるからな。できれば食料は、交易したくないけど。な、交易商が来てる。交易路がアンロックされると、月1くらいで来てくれるんだよな。あらかじめ売るもの買うもの設定しておけば、
勝手に保管庫に来て売買してくれるぜ。今売れるものってベリーくらいしかないんだよね。で、道具がないので購入したい。道具は建築とかに使うからね。今道具を5個買いました。ベリーは70個超えたら売ってよしと指示してるから、今回は売らなかった。よって資金が減る一方、道具買わなくても建物の維持費で金減ってくしな。なので研磨石を交易商に売りたい。集会所の完成はまだか。焦るな焦るな。できたー。これで研磨石が作れるようになるはず。よかったよかった。早速村人をレベルアップさせて、魔理沙石を作るんだ。研磨石な。なんだ魔理沙石って。レベルアップした人を今の仕事から外して、石膏小屋に転職。よし、設定できた。あとは作られた魔理沙石を、保管庫に運んで売買設定しておけば、金貨を稼げるってことだね。魔理沙石ってなんだよ。本人の知らないとこで変なもん作るな。じゃあ、石魔理沙？いや、私に聞かれても。なんか来た。ああ、領主の館建てたから、王国から使者が来たんだな。なんかお金もらった。ビビたるものだけど。もらっておいてそれはひどいぞ。あまりやりたくないんだけど、せっかく領主の館ができたので、もう一つやれることをやろう。あれか。そう、それは。税金の臨時徴収。村人の幸福度が下がるから、あまりやりたくないんだけどね。でもここらでしっかり基盤作らないと、この先自利品になるからな。みんな、すまないが、一時的に税金をください。地球のみんな、オラに金貨を分けてくれ。変な玉ができるからやめろ。100あった幸福度が67に。そりゃ、そうなるわな。暴動が起きないだけマシかもな。このお金でプリン買ったら怒られるかな。怒られるというか、戦争になるんじゃね。お、凡人領主、領地拡張するのか。プリンはお預けか。臨地ならどこでも一緒な気がするけど。いや、ここならベリーも石もある。いずれ交易に役立つだろ。なるほどねー。じゃあここで。せっかくだから新しい建物建てようよ。羊牧場とかいいじゃん。布とか服が生産できるようになるな。特に布は建築にも使うし、いいかもな。市場のテントとかね。なので、旗織り小屋も建てちゃおう。どんどん金がなくなるなぁ。地球のみんな、オラに金貨を。やめなさいって。魔理沙ってもしかして、スーパー魔理沙人？いや、黄色いけれども。ほい。お金がどんどん減っていくねー。でもここで手を打っておかないと、この先厳しくなってくからな。そだねー。税金の臨時徴収までしちゃったから、少しずつでもみんなの暮らしを、良くしていかないとね。たまにはいいこと言うなー。羊毛からせんべい作る方法ないかな。ないって、それはもうせんべいじゃない何かだって。